戦争の前に実は本当にぜひ来てください来てくださいとよく私も呼びかけしたんだけど、今ちょっとごめんなさい、多分もう戦争終わるまで、あとロシアも本当にもうちょっとこの何て言うんですか、謝罪、世界に謝罪するまでも、もうまだ呼ばないのでロシアの子すみません。でも本当に素敵な街だと思います。先日講演を行った鳥取に住むロシア人女性、チェブラコワ・イリーナさん。日本に来たきっかけや鳥取での出会いなどを地域の人たちに紹介しました。学生時代に日本に興味を持ち来日したイリーナさん。ロシア の日本のレストランでアルバイトしていて、日本のカレーを食べてすごく感動すぎて、この料理すごいと思って、なんかこの料理作っている人間のはいいなと思って、もうたまらなくたまらなくて食べていた。鳥取に来ておよそ10年、環日本海地域の貿易や国際交流などを支援するため、これまで日本とロシアを結ぶコーディネーターとして活躍してきました。日本とロシアの文化交流を図ろうと、鳥取市の商店街ではイベントを企画。ロシア料理、ボルシチも準備しました。ぜひこのパンとボルシチ食べてください。召し上がってください。持ち前の明るさとフレンドリーな性格でどんどん人を呼び込み、イベントはいつも大盛況。しかし、新型コロナの感染拡大、そしてウクライナへの軍事侵攻の影響で、これまでのように多くの人に発信する活動は難しくなっていました。現在は主に留学生などの就労をサポートする仕事を行っています。現地の外国人など留学生の皆さん、現地の企業に入れて5日間とか10日間インターン生として入って、もし縁があればこの外国人の留学生はこの企業に定着できるような取り組みもやってます、今のところ。そしておよそ7ヶ月ぶりに講演会の講師として多くの人の前に立ったイリーナさん。これまでのイリーナさんの活動を知る主催者の強い思いから実現しました。イリーナさんは鳥取でのエピソードを月に一度地元の新聞で紹介。今回の講演はその掲載を振り返る内容でしたが、侵攻が始まってからは自ら申し出て掲載を休止しています。しばらく書けないかもしれません。その、気持ちとても複雑、堂々と書けない。そういう軍事作戦行われているうちにロシア人として何か書くのはもう恥でいっぱいで、もう書けないんです。5年間にわたって掲載してきた鳥取イナ日記。さまざまな出来事を思い起こす中で、侵攻に対して抱えてきた思いがあふれました。イラナさんの書いたこととかも皆さんに語ることできるのすごい実は嬉しい。最初戦争も始まった時もう相当、皆さんも寝ちゃおうかな、ごめんなさい、泣かないと思った、外に出られないと思った。皆さん本当にすいません、私も回復したと思った。もうずっともう話長くしていなかったから、ごめんなさい、私今日も嬉しい、じゃあ頑張ります。ウクライナへの侵攻が始まっておよそ4ヶ月。イリーナさんもずっと苦しい思いを抱えていました。複雑な社会情勢の中でイリーナさんもお話をしていただいたので、逆に我々は感じることが、平和というものの大切さ、それを感じることができたんだと思います。彼女が話してくれたからこそ感じられたかなと思って。戦争って嫌ですし、まあ、自分たち戦後の生まれなんですけど、いや平和がいいですね、明るい世界がいいです、はい、
久しぶりの公演を終えてイリーナさんは、すごく皆さんから私パワーたくさんいただきました。やっぱり皆さんのもう顔の表情見えないけど、目笑った時なんか、ああよかったなと思って、もちろんもう一刻も早くもう終わってほしいですね。もう20世紀でこういう戦争すること、悪夢みたい、もう絶対戦争はダメだと思います。未だ終わりが見えないウクライナへの侵攻、すべての人が幸せに暮らせる時が来るよう、平和への願いが続いています。